当は怖い眠り姫。質問。100年の眠りから目覚めた眠り姫。彼女は眠っている最中にある二つの存在を生み出した。それはどれだろう？生み出したってなんだろ。人間から生み出せるもんって言ったら人間しかなくない？じゃあこの子供たちのことかな。さらっと言ったけど眠っている間に産むのってある意味すごいな。想像もできないね。質問。これは王子の妻が大変な目に遭っている場面である。王子の妻はどこにいる？待って、王子に奥さんがいたの？浮気してできた子供がこの双子？闇が深いわ。暖炉で燃えてるのが奥さんじゃない？王子様でも不倫はいけませんぜ。質問。王子の妻は料理長に命じて双子も殺したはずだと確信していた。それは何を食べたから？テーブルの肉じゃない？奥さんも子供を食べようとしてたのね。この奥さんに一国の王子があれじゃ国も滅ぶだろうよ。双子が一番哀れだね。直人気にの妻、嫌すぎる。質問。王子の妻が食べたのは何だった？直人気だったとは驚き。料理長の機転のおかげだね。鹿の頭運んでるから鹿の肉じゃない？鹿じゃなくて闇なのか。それにしても救いようのない話だったわ。直人気の妻もそうだけど王子様の行動もね、闇深すぎ。眠り姫、いとこわし。